い、タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日もマージマンション兼コンビマンションやっていきたいと思います。さて、ちょっとイベントタスクに行く前に、こちらプールハウスドライバーできましたので、レコード収納ラックを修理する。そういえばうちもレコードあるけど、本体の再生プレイヤーが死んでいる。手袋か。あとはソファーの、これはね、そろそろいけるのではっていう状態まだ作ってないけど、あれでもまだ遠いか、ちょっと待ってね。待ってよ、これ65。多分売って大丈夫じゃろ。あ、売らなくても大丈夫だったか。いや、どっちにしろスペースが。いけるのではないか。これだ。と、スポンジ3つか。 OK、 これでいけるのでは。じゃあまずクッションを置く。完了。おお、急にこのパリピがパーティーをする空間みたいになってきたな。また出た、テレビ油。これはちょっと今難しいかな。だいぶ空いてしまったな。カイコさんは多分しばらく出番はなさそう。手袋はちょっとパッと出るかどうかわからんので、イベントの方に行きましょうか。いや、最近柿が美味しい季節になってきました。このクルテに鍋が作ってありますね。もう前回鍋が足りんっつって苦しんだことによる反動で。じゃあまずおばあちゃんのかぼちゃパイと、チキンはすべてソファーに変えてしまったじゃあアメフト観戦の方に行きますかね。あ、そう、これなんかね、読み上げてなかった気がする。この生鮮食品シリーズ、牛乳レベル1、お風呂上がりに最適の一杯、レベル2、心までとろけそうで、レベル3、不揃いの卵たち、レベル4、癖になる香り、レベル5、密漁は厳禁で、レベル6、骨付きラム肉、豪快にガブリといただく。合成してできたのがおつまみ盛り合わせレベル7、よく冷えた至高のおつまみ。わーい、至高ですわ。
これを、とボール。どうしようかな。もうそんなに出さなくても、大丈夫のような気も、するが。よいしょ。こちら。アメフト観戦。かくだし、テーブル出しとくかな。これね、おつまみセットがきついから、このテーブル捨てるつもり。申し訳ないけど。で、これをちょっと出してみようか。また来たよ。おつまみセットだ。これもちょっと捨てかな。もう正直これ数困ってないから合成だな。で、こっちでいいか。家族でゲーム。再びのおつまみセット。どっちに行く？野菜セットはある。おつまみセットはね、多分できない気がするな、この時間中に。まだレベル4だもんね。そろそろね、タップスが終わる。終わった。おつまみセットと野菜のセット。でもこれ、チェリーさんのナッツパイもあるね。これ、経験値20もくれる。イベント経験値を。作るか。これどうする？この2つはきつい。もうこれしかないか。鍋。鍋が4つもあったのになんか1個になったぞ。不思議だ。あれで？おかしいぞ。1、2、3、4と。これこんないなくてもいいっちゃいい。行き過ぎた。これ何回タップしたっけ？4回やってたのか。これでも売るか。体力消耗が激しいな。いやでも1回ぐらいは回復しとくかな。問題はだよ。問題は。このショッピングバッグシリーズも足りなければ、多分上のテーブル
食べ物いっぱいのテーブル。これもね、多分。チキンの料理を作るほどの、七面鳥か。七面鳥の丸焼きを作るほどは、多分ドロップしない。おー、進まぬな、このままでは。意外とね、買い物かごが、あ、いきなり出たね。やったね。いきなり出てくれるとね、助かるね。さすがに。さあ、買い物かごを、ショッピングバッグを叩き出すよ。とはいえ、一番最大の 今まだ先生と魚か、魚で、リブ肉で だもんな。まだ先は長いな。その間にも野菜のセットがもう一個できそうな勢い サクサクいこう。サクサクサク よいしょよいしょ。ああ、壊れたよ。早いよ。そう、さっきなんか冒頭でもちらっと言っとったけどね、さっきね、柿を食べたんですけど、めっちゃうまかった。いや、もういい柿に当たるとね、もう幸せだよね。なかなか柿は、見た目で味が分かりにくいかな。触ればだいたいね、硬さで熟してるか分かるんだけど、これはもうね、お買い上げした後じゃないと触れないからさ。あとはメロンとかだと、熟しとるかどうかはもう全然全く触らなくてもさ、匂いでだいたい分かるけど、熟してるかどうか。桃もそうかな。桃もって言いづらいな。桃も熟してるかどうかはね、匂いでわかるから、あんまり触らなくて大丈夫。わかんないのが、柿もでも結構よくチェックすると香り出てくるかな。わかんないのがね、スイカかな。スイカはね、もう匂いで熟してるかどうかがね、判別つかないよね。もしかしてめっちゃ鼻がいい人だったら、あ、このスイカは熟しておるとかね、ちょっと匂いでわかると思うんだけど。まあ、そんな感じ。果物ね、結構に匂いでいけるよっていう。なんかお店に行くとさ、なんか触ってる人さ、すごい見かけるじゃん？やめなよって思うもん。そんなにひどいことをしないであげてくれっていう。で、お店側としてはもう、だってあんなぐいぐい触っちゃうような人ってダメだよね。売り物にもうならないからさ、あんなにすごい触ると。もう、こっちの目から見たらもうあれ、事故物件だよ。まだか。さっき100回復したはずの体力は一体どこへ？終わった。1234。で、2345678910、これくらいでやめといて、多分12回までいけるんだろうけど、11回ぐらいまで。
がたい。でもこのトラックはね、もう最後まで叩いて大丈夫だから。延々と叩くよ。行き過ぎたね。早い。どうするかな。どうするかな。ちょっと向こう行ってこよう。ちょっとスペースを埋めて、そうよ。待って待って。こんなもんか。まだ。まだだったらこの辺。よし。あ、その前、買い物、買い物。これね。いいものは、あ、手袋あるな。いや、だが、お金も貯めたいしな。150×4 だと思う。600とか結構、まあまあのものやで。まあ、売ってきますか。売る。で、そろそろ貯金箱もいけるのでは？これで3つしかなかったら笑ってください。いけるはず。まずいらんものを売り。で、貯金箱じゃないわ。倉庫に。ちょっと待ってね。倉庫に物をしまい。こんなもんか。あれ？一個なんか消えた？何を出したっけっていう。 でもこんなもんだったっけ？よいしょ。じゃ、貯金箱からまず14タップをする前に、これ何が出てくるっけ？あ、道具箱か。これごめん。ちょっと置いとくか。待って、体力箱どっかいなかったっけ？さっき買ったのは間違いなくあるよね。あ、また出さなきゃ。1、2、3、4、5、6、9個か。で、なんか1点売るもの。売るもの。また出てきたのか。ちょっと待ってよ。これは一回しまい。貯金箱を出し。売るものもう一個欲しい。この計画性のなさよ。どうしようかな。ちょっとこっから物出すか。
一回これをちょっと売ろう。確かこれはタップ数使わなかったよね。ので一回物をしまい。しまい。2345と。で、123。45と。で、4つ目の貯金箱、そして体力箱、これで最初のに戻ったな。あとはしまう。なんかいろんな順番がバラバラになったけど、まあ。どうしようかな。一個ペンキ缶しまっとくか。体力箱もう一個あったつもりになってたけど、なかったか。これどうしようかな。今いらんちゃいらんのだが。もう貯金箱いきますか。1、2。回復。3、4。4ね。5、6、7、8。10、11、12、13、14。ここまでで。1、2、3、4と。5、6、7。8、9、10と。11、12、13、14。14回目、ちょっとやっぱドキドキするな。合体。1回売る。で、1、2、3、4。5、6、7、8、9、10、11、12、13、13でよかったっけ？ちょっと心配だから置いとくか。1、2、3、4。5、6、7、8、9、10、10ね。11、12、13、14。合体。よしよし。で、ノータップで合体。これで、よいしょ。あとは1、2、3、4、5と。6、7、8、9、10、11、12。
13、14、15、16、17、18、19、20と。21、22、23、24、25。26、27、28、29、30、31、32、33、34。35、36、37、38、39、40。なんかダイヤすごい出る気がする、今日。41、42、43、44、45、46、47。48、49、50。50。 51、52、53、54、55、56、57。ダイヤ率今日高かった気がするな。57はやっぱり固定かな。いやー、ダイヤ2000超えましたね、やっと。でもなんかしょっちゅう使っちゃってるからあんまり増えはしないんだけど。で、回復したところでだ、あ、でも道具箱いるっちゃいるのか。テレビン油と道具いるのは、テレビン油なんだよな。でもあれだね、テレビン油、洗剤箱を待つってのも手ではあるな。イベントを優先させてやってさ、っていうのもありありっちゃありだな。これここに置いとこう。ちょっとメインタスクはまあ箱が出るまで置いといて、これだけやっとくか。ちょっと手袋的なものが出ないかどうかだけ。気のいいとこまでね。たまにあの急いで出しすぎるとなんか動きがあれってなるときある。うん、いや、いい時間だ。ちょっと待ってよ。手袋やい。で、今日は電気かな。600使うべきかどうか。でもいずれ出るしな。待ってよ。
なんかつよつよのものが出来上がっていく。片手袋だけ出てきた。じゃえ。そろそろ33が近いか？レベル。まだかな。あと100、200あんのかな。あれ？反応ない。あ、出た。ごめん、あと100、200どころじゃなかったね。1000ある。1000か。1000か。大事なことなのに2回言いました。あー、やっぱり、なかなかこのレベルになってくるとね、上がりにくくなりますな。出たじゃないですか。ダイレクトに。ちょっと待ってよ。急に出始めるじゃん。ちょっと待って、今、このばらけてるものをね、整理したいだけなんだ。これで、これで綺麗にまとまる。よし。これとなんだっけ。あ、揃ってる揃ってる。レコードプレイヤーを台に取り付ける。イエイ。ドライバー、かっこ、サイ。これ何出るっけ？これやっとけばいいか。早速。意外とこういうのも助かるよね。よいしょ。蚕2匹はいらん気もするが、もう1体ぐらい作っといた方がいいのかな。じゃあ道具箱。ドライバーやい。ドライバーはバールの次。あれ、意外と今回ではできんか。こうなると道具箱をさらにレベル上げたいな。9でマックスだもんね。マックスにしたいけど、8の次が7とかじゃないんだよね。4だから先は遠いぞい。まあでもきっとこのね、じわじわ進む感じがね、悪くない。テレビン油はちょっと待っててね。これでバール、あとの体力が11。うん。今日は無理だ。ちょっと向こうへ行こう。何をやるんだっけ？そう、これ。どっち行く？残り体力を考えるとね。残り体力を考えると、どっちか片方しか無理かな。生鮮食品の方がまだいけるかな。いや、待ってよ。私は甘く考えすぎているのか。いや、この体力じゃいけないな。レベル4までが2ついると考えて。あ、足りないよね。レベル3とかがポンポンって出るとね、希望があるんだけど。希望があるんだけど。レベル3。これこれ。もう一個ぐらいレベル3が。うん。
意外と野菜出る率がちょっと高い気がするんだよな。どうかな。64ぐらいの感じ。感覚。体力。16か。えい。本当は待つべきだと思うよ。今欲望というか、まあその霧の悪さに負けて進めてしまったけど、進めるじゃないわ、体力回収しちゃったけど、3だー。これはこれは袋を作っとる間に終わるな。次回かな。途中だ。だがもうできることが、体力だって次は20とかだもんな。まあまあ使うもんな。2回回復しただけでも結構回復したなって感じだ。よし、じゃあ今回はここまでにしておこうか。ちょっと何もかもちょっと中途半端になっちゃったけど、次回は、まあ、こちらのタスク、20と25のやつね。この2つをクリアできる状態までにしとこうか。できれば次回、レコードプレイヤーの修理、ドライバー作るとこもやっときたいかな。これはね、体力さえあったら簡単です。よし。じゃあ、こんなとこかな、今日は。小銭だけ稼いどっか。小銭。小銭。よし。というわけで、ご覧いただきましてありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。